これねキャリーで250ヤード超えないとねバンカーに捕まるんですよ関係なかったねはいゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストの寮ですいい次元でしたねはい国内ツアーの第15戦サントリーレディースの初日の結果をお伝えしたいと思います また、まあ、たくさんコメントいただいてるのでね、コメントも読まさせていただきたいと思いますね、後でね。で、今日トップに立ったのは、サクちゃん来たサクちゃん来ましたよはい。一時期天安打まで来ました。最後でボギーを打ってしまったね。UNEXT で移ってきた途端に、最後の、あの、ホールでボギー打ってしまったと。 いう結果でありましたけれどもね。まあでも、ね、いいスタートを切りました。で、同じ黄金世代のちゃんもも、大里桃もこちゃんもセブンアンダーと飛び出しましたけどね。いやー、久しぶりに荒垣ひなちゃんが先週優勝したのでね、また、ね、ちゃんももも来るんじゃないっていうところを見せてくれましたけどね。まあ、さくちゃんがそのまま行ったら、 ちゃんももファンの方、ごめんなさい、という感じでしょうかね。はい、疲れてないのかな日曜日までね、アメリカに行ってさ、すぐ帰ってきて、で、すぐ、まあ、ああの、練習ラウンドとかして、で、木曜日、今日スタートでしょいやー、疲れてないことはないと思うんだけどね、武田りおちゃんも、ね、 疲れてはいると思いますよな。でもね、もうちょっといや若いのでね、ダイヤモンド世代ですからね。はい。サクちゃん、黄金世代の人たちよりは、2003年度生まれなのでね、5歳年下ですからね。はい。で、昼旅も、高橋彩花ちゃんも昨日の動画で言いましたけどね、そろそろ来るんじゃないかなってね、もういつも上位でフィニッシュする。だけど、優勝争いっていうところまで来ないっていうね。 久しぶりに来る。まあ久しぶりでもないか、一昨年勝ったばっかりだからね、初優勝ね。まあ、2年ぶりっていうことになりますけどもね。まあいいとこにつけてます。そして北海道の内田ことこちゃんもね、結構ね、もう攻めるタイプの子なんで、結構ね、まあガンガン来る時には、こう言ってもう、あの、上位に来るっていう時もあるんだけどね。 まあそういうのがこう、恨みに出ることもあるけどね。まあバチッとハマれば、ことこちゃんの初優勝もあるかなと、思いますね。まあこの上位で、まあ優勝してないのは、もう一人、山地明選手ですね。明ちゃんは、あの、黄金世代ですよ。もちろんね。あの、もちろんって、まあ知らない方もいるか。あの、黄金世代なんですよ。くちゃんとか、ちゃんももと同じ。高橋さやかちゃんとかと同じ。 あの、98年度生まれの選手です。次来るのが山地明ちゃんかなと、私は思っていたんですけどもね。でも去年、ね、高木優奈ちゃんが受かりましたからね、プロテスト。今年、ね、今のところメルセデスランクもシード圏内にいますしね。まあ来るかもしれないなと。去年プロテスト受かったばっかりだけどね、6回目で受かったばっかりだけでも、もう過去にね、 まあ、あの、制度が変わる前に、あの、プロテスト受かってない人たちも QT に出られた時代にね、ステップアップツアーでもすでに優勝してる高木ゆうなちゃんですから、経験は豊富なのでね、もしかしたらこういう感じの、あの、争いになるかなと。山地明ちゃんか、高木ゆうなちゃんか。で、もしかしたら、あの、去年ね、あの、小滝がね、小滝美桜ちゃんが優勝したでしょう、いきなりね。 で、今年、薄井玲香ちゃんが優勝したので、まあ、あの、ステップアップ主戦場にしてる選手が、ステップアップツアーでこう、上位で、まあ、優勝したりなんかしてね。で、推薦でポンと、レギュラーツアーで優勝するなんてこともあり得るからな、というのも、ちょっと予想してるんですけどね。今のところ、山地明ちゃんか高木瑠奈ちゃんあたりかな、っていう、ね、まあ、ちょっと他のね、黄金世代の、 応援をしている方、こう直しもいるよっていうのはね、ちょっとね、あったらコメントをいただけたらと思いますね。私も注目して見てみたいと思います。そして、そろそろ優勝するって言えば、この山下美宇ちゃんかなと思いますね。なんだかんだ最終日を終えたら上位にいるという、まあ優勝争いもするんだけども、まだね、あの優勝は今年してないのでね、そろそろエンジンがかかってくるかなと。 全米女子オープンでもね、いい戦いを見せてくれたし、まあ、これから上がってくるかなと。ちょっとね、2年連続女王に輝いて、もっと上を目指そうっていう気持ちがね、あると思うんですよ。だから、本人的には納得いかないシーンが、ショットの調子とかね、パッドの状態とか、あまりこう、状態が良くないぞっていうふうに本人は思ってるかもしれないけど、見てる側としてらね、 まあ、ショットの時手離してもバーディーチャンスにつくとかね。<laughs> ちゃんとフェアウェイに残るとかね。まあ、そういったのをよく見るので、ね。まあ、余裕で優勝しちゃう試合がこれからあるんじゃないかなっていうのは皆さんも多分思っていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。はい。そして村田梨沙ちゃん。村田梨沙ちゃん、もし、あの、観戦に行った時にね、村田梨沙ちゃん見,見かけたらね、こう叫んでください。 タランティーノーってね <laughs>。はい。あの、村田リサちゃん、ハーフなんですよ。お父さんがアメリカ人で。まあ、イタリア系なんでね。あの、お父さんの本名、タランティーノさんなんですよね。あの、タランティーノ監督とは全く無縁の方なんですけども、あの、村田リサちゃんの本名、リサマリ・タランティーノさんっていうそうですね、本名が。なので、 タランティーノーって叫んだらね、あの、にっこり笑ってくれるんじゃないかなと思いますね。はい。ちょっとね、あの、観戦に行った方はね、まあ、村田梨沙ちゃんの、こう、それでファンになったりするかもしれないしね、ちょっとやってみてください。<laughs> あのね、あの、迷惑にならない程度にね。はい。そして、予選会勝ち上がった高久南ちゃんも初日出ましたね。予選会から出てさ、上位でフィニッシュして、で、これでね、 リランキング獲得なんて言ったらね、最高ですよね、本当に。はい。それからね、あの、右側行ってみましょう。あの、アマチュアのね、キム・ミンソルっていう韓国の選手、アマチュアの子なんですけど、この子ね、背が高いんですよ。177センチ。いやー、でかいなーと思ってね、映像見てたら、背は高いなって思ったけど、177センチってスーパーで出てね、うわ、高えなーと。まあ、ババサキちゃんより高いじゃんと。 思いましたけどね。飛距離も出るしね。いやー、韓国選手、また若いのがどんどん出てくるなと。いや、日本選手もね、負けないで欲しいですね。アマチュアの選手たちね。はい。それから、まあ、ちょっと、あの、ホールバイホール見てください。ね。あの、UNEXT 見た時にはね、10アンダーだったんですよ、サクちゃんが。うわ、来たーと思ってね。 もう会社にいるときにね、もう仕事が手につかない。北海道の出身の私としてはね、こうやってね、上位にことこちゃんとかね、さくちゃんがいるとね、そわそわしちゃってね、仕事どころじゃないよね、もう帰ろうかなと、思ったぐらいね。そしたら最後の9番でボギー打っちゃってね、いやーちょっとね、いやでもこれね、逆に考えてね、良かったとしましょうと。 私はちょっと思ってます。なぜかというと、サクちゃんね、あの、ボギー打ってからの気を引き締めて集中するっていうのがものすごいあの集中力が高まる子なので、で、前にも言ってましたけどね、一番最初のホールでボギー打った時っていうのはスコアがいい時が多いですと。逆にバーディー取ったりするとあんまりスコア良くないっていうね、あの18ホール回ってきてから、 最初のホールでバーディー取った時あんまり良くないっていうことが多いんですよねって言ってたのは思い出しましたね。最終ホールこれでね、10アンダーだったんだけど、ボギー打って9アンダーで上がってきましたけども、これで引き締めてね、ちょっと明日、あの、また爆発してほしいなと思いますね。ちょっと見てる人はね、さくちゃんファンじゃない人はね、まあ一人旅になっちゃうと面白くないよってね、思うかもしれないけど、私は最高ですけどね。 ファンとしては最高なんですけどね。はい。で、ちゃんももも来ましたね。あの、グレーに塗ってある選手は10番ホールからのスタートの選手ですね。なので、まあ、ちゃんももは1番からスタート。まあ、4番でイーグル取ってますけどね。ノーボギーですよ。それと今日はね、ちょっと武田リオちゃんのゴルフってのはやっぱりね、異次元でしたね。はい、まあ、あの、岩井千里ちゃんと、さっき言ったキム・ミンソルと一緒に回ってましたけどね。 キム・ミンソルも飛距離出るんだけど、それ以上に出るんだよ。だって、ちさとちゃん、あの、岩井ちさとちゃんだってさ、飛距離出る方ですからね、飛ばし屋の部類に入るじゃないですか。なのに、それをキャリーで超えてくるんですよ、キム・ミンソルがね。で、それ以上に出るのが武田リオちゃんでしたね。これ見てほしいんですよ。はい、これね、左側に今、バンカーあるんですよ。これ昔の、あの、絵なんですけどね。8番ホールです、これ。で、 だいたいこれ黄色の線の通りに、右のバンカーに入れると大変なので、右のバンカーを避けてね。で、左にバンカーもあるので、それも注意しながら、あの、フェアウェイ、左の方を狙ってくるっていう。で、まあ、山下美宇ちゃんなんかもレイアップしてね。まあ、バンカーに、まあ、ちょっと入らない程度のスリーウッドとかで、あの、手前に置くということをしている選手、他にもいましたけどね。で、 まあ、千里ちゃんがこの黄色い線のところを狙ってきまして、フェアウェイキープです。それ以上に、何ヤードぐらいかな ?15 ヤード、20ヤードぐらい前だったかなキム・ミンソルが前に出たんですよ。T ショットね。そして、まあその前に打ったのが、武田梨ちゃんでしたけど、ここ、ズドーンと行くんですよ。バンカー関係ない。これね、キャリーで250ヤード超えないとね、バンカーに捕まるんですよ。関係なかったね。 全く余裕で超えてきましたよね。まあ、あの、手前のカラーのところで止まったんですけど、まあ、関係なかったですね。はい。でもね、ここね、一番飛んでなかった岩井千里ちゃんがバーディーだったんですよね。はい。キム・ミンソルも、武田りちゃんも、ここバーディー取れなかったんですよ。この366ヤードのパー4。これ、武田りちゃん、残り距離ね、60ヤードぐらいだったんですよね。まあ、飛距離としたら、 計算で、単純計算で引き算すると300ヤードぐらい飛んだことになるでしょ。まあ正式には300ヤード飛んでないと思いますけどね。ショートカットしてるから。いやー、すげーなと。だからあの、佐藤ゆかちゃんみたいに、まあ佐藤ゆかちゃんはあの、フェーダーなんだったんですよ。だけどドローに変え、あの、変えてねだ。ドローも打てるようにしたんですよ。だから武田りちゃんもこれフェーダー、 ですけども、ドローも覚えてね、両方打ち分けられるようになったら、またとんでもない選手になってくるぞっていうのは、まあ、毎度、この飛距離を見るとね、思うわけですよ。はい。まあ、楽しみな選手だなと思いますね、これからも。はい。ね、他の選手もこんな感じですけどもね、やっぱりね、山下美宇ちゃんのゴルフっていうのは、ちょっとね、今日もね、 なんていうかな、あの、途中でね、あの、これ見てもらえばわかるとね、あの、1番からスタートしてるのでね、7番から4連続バーディーとかね、ありましたけどね、後半ちょっと伸ばせずで終わってしまいましたけど、ゴルフ総合的に見るとやっぱりね、安定してますよね。やっぱりね、2年連続の女王っていうのはやっぱり違うなと。理想も多分高くなってると思います。2年前よりは。多分ね。 あの、た、単なる想像ですけどね。まあ、自分がこういうふうに打ちたいっていう、この理想がもっと、この2年間で高くなったと思うのでね。不満げな顔するときもあるんだけど、しっかりとグリーンに乗せてきたりとかね。まあ、全然次元が違うなと。この山下美羽ちゃんも、ちょっと次元が違うなと。ねえ、今日のさくちゃんもすごいけどね。<laughs> まあ、多分疲れてるとは思うんだけどなと。 その前の週もちゃんとね、出てたし、もう休みなくね、もう日曜日、ちゃんと予選通過してね、最終日までプレイして、で、すぐアメリカ行ってね、で、全米女子オープン4日間戦って、すぐ帰ってきて、またサントリーでしょ。いやー、疲れるだろうなと思うんだけどね、なんか全然平気ですみたいな、時差ボケもないですみたいな感じでね。 はい。全然関係ないみたいですけどね。もうそれがもう鉄人たるんですよね。すごい。本当に休まないし、出ればちゃんと成績出すし、で、ね、すごいなと思いますね。みんな異次元のプレイヤーですよ、本当まあそれでも韓国の選手ね、もっと上にたくさんいるのでね、ぜひ韓国選手に負けないでね、もらいたいなと思いますね。はい。そして次ですけどね、さっき言ったキム・ミンソル選手。まあこの選手、 まあ、スケールの大きい選手だなと、背が高いだけじゃなくてね、飛距離も出るし、まあ、ショットもね、なんて言ったらいいんだろう。あの、飯島あかねプロがね、解説やってましたけどね、もう、なんて、アマチュアの選手じゃないような、プロみたいなスイングしますよねってね、もう完成されてますね、と言ってる通りね、もう本当にプロみたいな感じでしたね。プロ、あの、プレイぶりもね。 まあ、あの、こう、おどおどしたり、ね、キョロキョロしたりとかね、あもうなんかこう、アマチュアみたいなバタバタした様子も全くない。ボギー打ったとしてもね、全然もう動じないっていうかね、すごいなぁと。ね、肝が据わってるなぁっていう感じでしたね。 はい。そして、まあ、北海道なのでね、ちょっと言わせてください。安倍美ですね。安倍美羽ちゃん。最近ゴルフ見始めた方、安倍美羽ちゃんの胸元だけに集中しないでね、ゴルフをちゃんと見ていただきたいと思いますね。ちょっと目がいっちゃうとは思うんですけどね。あの、ちょっとね、大きすぎるのでね、あの、ちょっとやらしい目線で見ないでゴルフに集中してみてほしいなと。あの、安倍美のゴルフを見てほしいなと思いつつも、 やっぱり目いっちゃうよね。<laughs> そりゃそうだよ。うん、最近見た方ね、びっくりすると思いますよ。あ、こんな子がいるんだってね。はい。まあ、それはいいとしてね。まあ、ゴルフ、ちゃんとこう、あの、技術面とかをね、見てほしいなと思いますね。はい。そして次ですけどもね。はい。岡山の方で、まあ、岡山の選手応援している方はね、小林美月ちゃんがね、2アンダーと。で、まあ、 スロカカレンちゃんがね、失格になりましたけども、その代わりに出たイーナリ選手、繰り上がり出場ですけどね。まあ、イーナリ選手もね、引退したボミちゃんと同い年ですからね。まあ、頑張ってますよ。ね。まあ、ちょっとね、こう、感じのこう気さくでいい、あの、選手ですよね。この方もね。もう、予選通過どうかっていう時の最後バーディーパッと決めて、 やった予選通過したっていう時のね、あのガッツポーズはね、いいなり選手ね、ほんとね、優勝したかのようにね、ガッツポーズしてくれるんでね、いや、あの、いい、面白い選手ですよ。ね、見てて、あの、感じのいい子だなと思いますよ。はい。あと、こっちゃんですね。堀ことねっちゃん。あの、パターがね、あの、一時期から、あの、長尺パターに変えたんですよ。 で、長尺パターンに変えてから、またね、最近、まあ、ここ、ね、最近になって、打ち方変えたんですよね。普通ね、あの、打つ時にね、まあ、カップを見て、で、自分の、ま、セットした位置を見て、で、自分のリズムで打ちますよね。だけど、最近のこっちゃんはね、まあ、何試合も前から、あの、見てましたけど、こっちゃん最近はね、ボールを、 セットしますね。ボールセットしていうか、あの、アドレスして構えますよね。で、チラッチラッとこう、普通皆さんね、あの、カップを見てね、位置を確認して、それから自分のあの、タイミングで打ちますけども。だけど、最近のこっちゃんは、カップを見ながらそのまま打つんですよ。カップを見て、自分のボールの位置のところに、あの、目線を移して、それでパチンと打つんじゃなくって、 カップを確認して、そのままカップを見たまんま打つんですよね。いや、これでよく打てるなと思うんだけど、ちゃんとスコア出してるからね。は <laughs> いまあ、これで、なんか、あの、感じつかめたんじゃないですかね。はい。まあ、そういう選手たまに見ますけどね。いや、こういう選手、まあ、いろんな選手がいてね、面白いなと思いますね。見ててね、ちょっとね、あの、こっちゃんが映ってきたら、ちょい、ちょっと注意して見てほしいなと思いますね。はい。 まあ、鶴,鶴岡カレンちゃんは欠場となりましたが、もう一人のカレンちゃん、藤田カレンちゃんもね、アンダーで回ってきてますからね。まあ、リランキングは大丈夫なのでね、もう優勝目指してね、まあ頑張るしかないんじゃないかなと思いますよね。まあ最後になんか、あのー、最終日のね、最後の方になってくるとちょっと崩れるんだけれどもね、まあ普段の、あのー、楽しみながら笑顔も多く、あのー、 楽しみながら回ってる時ってすごくスコアいい時が多いのでね。それを最終日まで持ってくれれば優勝は全然ある選手かなと思いますけどね。で、さっ,かさっき言ったの高木優奈ちゃんが黄金世代の選手ですけども。この選手。まあ、多分優勝しても全然おかしくない選手だと思いますよ。はい。その下のに位優香ちゃんもそうですけどね。に位優香ちゃんは岩井姉妹と同い年ですね。はい。 まあ、岩井姉妹の世代、何々世代って名前つかないけどね。まあ、右側にいますけどね。佐久間朱里ちゃんもそうです。はい。その世代ね。また、あの、佐久間朱里ちゃんとか、桑木志穂ちゃんとかね。あの、ニー香ちゃんとか、あと、内田こ子ちゃんもそうだけど、こういう同じ世代の選手が優勝してくると、岩井姉妹だけじゃないぞと。で、メディアが何々世代って多分つけるんじゃないかなと思いますけどね。 はい。黄金だから金でしょで、プラチナ世代が、発金が来て。で、まあ、新世紀世代ね。まあ、佐藤ちゃんとか、山下美恵ちゃんとか、西郷真央ちゃん。新世紀世代。まあ、あの、世紀が変わりましたのでね。21世紀に入ったので、新世紀世代ですけどもね。2001年度生まれ。で、2002年度生まれが、岩井千里ちゃんとか、秋江ちゃん、姉妹の世代。ここ何になるかね。 金とか白金、あとはね、ダイヤモンド世代ですよね。2003年度生まれが、ダイヤモンド世代。宝石、金、白金が来て、新世紀が来て、んで、ダイヤモンドでしょまあ、宝石になるんですかね。宝石、次何ですかね。エメラルドとかサファイアとか、そんな感じになるのかなちょっといまいちピンとこないですよね。 に、ゆうかちゃんがユニコーン世代なんてどうですかって言ったけどね。まあ、ピンとこないよね。<laughs> ユニコーンか。ちょっとなって思ったけどね。まあ、やっぱり却下されたようですね。はい。メディアの方には全然広まっておりませんけどもね。はい。まあ、その作間修理ちゃんもワンアンダーでね。まあ、今回は120人出ておりますのでね。60位タイまでですね。予選通過。明日どうなるかですけどもね。はい。それから次行ってみましょう。 はい。それから、あのー、一つ下、あのー、はざま世代もありますけどね。まあ今のところね、あの、稲見萌音ちゃんと菅沼奈々ちゃん、その辺が、あのー、はざま世代ですけどね。まあ鶴岡ねちゃんもはざま世代なんですけど、実はね。で、私がちょっとね、応援してる末ゆいかちゃんですね。はい。この子も、あのー、しぶこちゃんの一つ下の、あの世代です。 あの、岡山の子なんてね、作用高校、同じ、もう、あの、先輩後輩になりますけどね。あの、声優いかちゃん。ちょっとね、ゴルフサバイバルとかね、まあ、テレビでね、まあ、優勝したりとかもありましたけど、この子ね、まあ、最近見た方、知らない方のために言いますけどね、もう、肌が綺麗でね、白いんだよね、この子ね。もう、なんかね、あの、もちもちの肌してんだよね。 はい。なんか、ちょっとこの子ね、いいなと思ってね。ちょっとね、注目してるんですけどね。はい。ぜひね、頑張ってほしいなと。あと、吉本心ココネちゃんも北海道の選手です。はい。菅沼奈々ちゃんと同期なので、まあ、ぶ子ちゃんとも同期なんですけどね。で、まあ、菅沼奈々ちゃんと、まあ、右側にね、49位体に菅沼奈々ちゃんいますけど、菅沼奈々ちゃんと、ちょっとそっくりだったので、背格好もそうだし、顔も似てたんですよ。 だけど、こんだけちょっと活躍に差が出てしまうとね、やっぱり菅沼奈々ちゃん見る機会が多いので、吉本心コ音コちゃんパッと映ってきても、あ、全然違うんじゃないのってね、最近ではちょっとね、ゴルフの中にも、まあにも言われてしまいましたけどね。当初はね、ちょっとね、区別つかなかったぐらい似てたんですよ。なのでね、同じ組になってほしいなっていうのはね、ありましたけどね。まあ今見るとね、菅沼奈々ちゃんも、あの、知名度が高くなってしまってね、 そんなに似てないんじゃないのとか言われちゃいそうですけどもね。まあ、ちょっと同じ組にね。一回なってみてね。まあ、あのー、年代のこう高いアナウンサーとかだったら、ちょっと見間違えるんじゃないかなと思ってね。ちょっとワクワクしてんですけどね。<laughs> はい。それから、アマチュア選手、ムグルマひなのちゃん、今年は受かるんじゃないかなと。これ、毎年言ってんだけどね。 毎年言ってます。ムグルマひなおちゃん、今年は受かるでしょうって毎回言ってんだよね。いやー、なかなか受かんないんだよね、この選手がね。プロの試合でこうやって活躍できる、ね、選手が、プロテストになるとね、まあ一発勝負なのであれね。あのプロテストの時に調子がいいか悪いかでね、決まっちゃうでしょう。なのでプロテスト受かったんだけど、全然活躍してないっていう選手、ゴロゴロいるじゃない。 だからあのプロテストっていうのもどうなのかなってちょっと思ったりもするんだけどね。だけど活躍できてない選手もプロの資格があるっていうことでね、食べていけるっていうのはあるから。うん、それもちょっとね、あの、そんなにこう、上位で活躍できないっていう子も、まあ受かってしまえばね、こっちのものというかね、まあ食べていくには、ちょっとね、プロという資格がある方がね、いいのでね。うん、そういった選手たちも、 まあ、救ってあげたいっていう気持ちもあったりね。まあ、いろいろ思いが交錯しておりますよね。はい。で、アメリカの、あの、全米女子オープンから帰ってきた神谷空ちゃんもね、ちょっと飛距離戻ってきたんですよ。飛距離。あの、ちょっとね、武田伊ちゃんに圧倒されつつありましたけど、最近ではね。こあの今日の、あの、ドライビングディスタンス1位は神谷空ちゃんです。 平均飛距離、275.5ヤード。平均飛距離ですよ。まあ、2番ホールと17番ホールでの計測ホールですけどね。2位がアナイララ選手です。で、3位がキム・ミンソルなんですね。さっきのアマチュア選手、あの、韓国のね。はい。まあ、その選手たちが、あの、上位にいるので、まあ、神尾空ちゃん、あ、戻ってきた。去年のドライビングディスタンス1位の神尾空ちゃんの飛距離がちょっと戻ってきたっていうのは、うん、 これから神はそらちゃん出てくるかなという感じですよね。はい。まあ、一時期ね、左膝にテーピング巻いてたので、貼ってあったのでね、痛いのかな、どうなのかなっていうのがちょっとあってね、まあ、あんまり、あの、上位で活躍してないので、それがちょっと心配でしたけどもね、どうかな、これから出てくるかなっていう感じがしますね、飛距離が戻ってくるとね。 はい。それから、神谷空ちゃんの下にいる、まあ、上戸桃子ちゃんは、まあ、今日も映ってたけどな一時期ね、まあ、左手が痛くて痛くてって言ってたのが、まあ、試合に出ながら直すっていう感じの選手なので、まあ、ちょっとこう、時間がかかってしまうのかもしれないけどね。やっぱりこの人には、メジャー勝ってほしいなっていうのがあるのでね。はい。 まあぜひ頑張ってほしいなと思いますね。引退するまでにはね。まあなんとか、一回でも、ね、メジャー取らせてあげたいなっていう思いがありますね。桑木志保ちゃんも初優勝。ちょっとイーブンからのスタートでもうさくちゃんに9打差ついてますけどね。3日間大会なので、ね、これ、あ、違う。4日間大会なので、まだまだ挽回できる可能性はありますからね。予選さえ通過すれば。 っていう感じですよね。明日頑張らないといけない。60位タイまでに入らないといけないですね。はい。そして右側行きましょう。まあ、後藤美優ちゃんも、あの、もうそろそろ、やっぱり後藤美優ちゃんが優勝すると、またあのグリップが話題になると思いますよね。あの、時松流行プロみたいに、あの、うん、あの、野球のバットみたいに持つ、あの、テンフィンガーグリップね。はい。まあ、あの、 ね、ベースボールグリップ、パターまで全部あのグリップなんだよね。で、パターの時なんかは、あの、昔、あの、覚えてますかね韓国のクー・オッキ選手ね。クー・オッキが、あの、パター打つ時みたいに、こう、オープンスタンスでね、打つんですよ。で、しかも、後藤美優ちゃんは、あの、ベースボールグリップで。 で、左肘をね、菅沼奈々ちゃんもそういう感じするけど、左肘を打った後抜くんだよね。あの、ちょっと映像を見たら、映像に出てきたら見てください。左肘の抜き方をちょっと見てほしいなと。ああ、こういう打ち方があるんだね、と。あの、いうふうに思う、ね、方もいらっしゃるんじゃないか。まあもう、有名だからね。まあ皆さん知ってる方の方が多いかもしれないけどね。 はい。菅沼奈々ちゃんもこうそういう肘の抜き方をするんですけど、そういったところもね、ちょっと見ていただくと面白いかなと思いますね。より楽しめると思います。はい。それと、移ってきたらぜひ見てほしいのが、宮沢美咲ちゃんですね。美咲ちなんていうね、あのアカウントでね、インスタやってますけどね。まあ、岡本彩子さんはステップアップツアーに出てた時ね、あの、MM ちゃんってんで呼んでたんですよ。まあ、 イニシャルがね、MM だからね。まあ、MM ちゃんなんて言ってましたけど、この子ね、インスタでメッセージを送ると返してくれるんだよね。<laughs> 最近ね、人気出てきちゃったからそうでもないけどね。まあ、あの、前コメントするとね、結構返してくれてたりしたのでね、もう、映ってきたらね、あの、所作を見てほしいんですよ。はい。ギャラリーの方からね。 あの、声がかかると、その人たちに向かってね、あの、おじぎペコペコっとしてね、あの、ニコニコっと笑うんですよ。まあ、その、笑顔が何とも言えない子は、こっちまで笑顔にさせてくれる笑顔なんですよね。はい。で、まあキャ、ギャリ、あの、キャディさんにね、あの、パター入れた後ね、あの、パターを渡すじゃないですか。ショット打った後も、まあ、クラブを渡しますよね。その時にね、はい、お願いしますっていうね。 あの、お辞儀をしながら返したりっていうね、その所作をちょっと見ていただきたいなと思いますね。ね最近ね、ちょっと登録者が増えたのでね、まあ、最近見始めた、このチャンネル、最近見始めたっていう方も多いと思うのでね、ちょっとね、あの、いつも言ってることなんですけどね、まあ、何回も聞いてる人はね、まあ、タカーと思うかもしれないけどね、そういうね、ちょっとチャンネルの登録者がギュンと増えたので、ね、はい、まあ、最近このチャンネルを見た、 どういうこのチャンネルなのかなってまだわかんない人たちが多いと思うのでね。はい。ちょっと我慢して聞いてください <laughs>。はい。そして、かわいいかわいい、三ヶ島かなちゃんですけどね。三ヶ島かなちゃんも、左膝のテーピングは外れているので、多分これから上位に来てくれると思いますけどね。はい。なんとかね、頑張ってほしいな。まあ、 あの、リコーカップでね、メジャー優勝してはいるんですけどね、それからメジャー優勝だけじゃなく、あの、フィラバの優勝もないんで、まあ、なんとか優勝までこぎつけてほしいなと思いますけどね。はい。で、今日、原エリちゃん。ね、グリーンのショートパンツでしたね。やっぱね、足長いね。<laughs> いつも言ってることだけどね、まあ、足長い。本当にね、 まあ、ミニスカートもいいっていう方いると思うんですけどね。あの、ショートパンツの方がね、足のラインとかお尻のラインがくっきり分かってね。まあ、原エリカちゃん、どっちもね、スタイルもいいしね。はい、いいですよね。まあ、近くで見たときね、観戦に行って、私の1メートル前を歩いていく時を見たら、私170弱なんですけどね。まあ、それでもね、 大きいなぁと思いましたね。背が高いなぁってね。私より数センチしか高くないんだけどね。いや、でかいなぁと思ったんですけどね。いや、その前にね、腰の位置が高いんだよね。足長いんだよね。<laughs> はい。まあまあ、それはゴルフと関係ないでしょって言われちゃいそうだから、その、この辺にしときますけどね。はい。次行きましょう。次ね。はい。 それから、えー、コメントいただきましたよね。あの、森あや,めあやめちゃん応援してるっていう方ね。はい。まあ、キャディはね、プロゴルファーの石山千秋ちゃんなんですよね。まあ、あの、石山千秋ちゃん私結構好きなんですよね。顔が。<laughs> はい。まあ、ご結婚されてますけどね。あの、石山千秋ちゃんね。まあ、インスタライブなんかもこない、こないでやってましたけど、石山千秋ちゃんがキャディをやっているそうなんですけどね。 まあ上位に入れば、まあトップ20、15位は、まあ、あたりに入ればね、まあリランキングもいいところまで行きますからね、後半も出れますからね、頑張ってほしいなと思いますけどね。はい。あやめちゃんのお兄ちゃんが言うには、あやめはツンデレだと言っておりましたけどね。<laughs> 本当かどうかわかんないですけどね。はい。ツンデレって聞くとね、なんかいいなと思いますね。<laughs> はい。まあ、それはいいとして。はい。それから、なんだかエロい、竹内みゆきちゃんですけどね。まあ、サロンパスで8位に入ったのに、その他の試合ではなかなか予選通らなかったんですけどね。まあ、あの、この間の試合ではあの予選通りましたし、これから上昇してくるんじゃないかなと思いますね。リランキングも大丈夫な感じですからね。あの、やっぱりメジャー大会でね、8位た、単独8位とかに入るとね、ボンと、 あの、ポイントがもらえますからね。まあ、それ一発でね、OK みたいな感じになるんですよね。はい。まあ、リランキング多分大丈夫な位置にいますからね。もうガンガン攻めていってほしいかなと思いますよね。はい。鈴木愛ちゃんは疲れてるかなどうかな最終日まで頑張ったしね。どうですかね。まあ、クレジットカード忘れていっちゃったからね、家に。 盗まれたわけじゃないからね、別にお金は大丈夫だったと思いますけどね。周りの人が貸してくれたでしょう、多分ね。はい。それから、小林夢かデラックスですね。ジャンボ軍団。はい。小林夢かちゃんも今日は、あの、飛距離良かったですよ。ね、いつもの通りですけどね。はい。まあ、で、ドライビングディスタンスは5位ですね、今日は。でね、サクちゃん6位なんだよね。 飛ぶんだよね、結構ね、サクちゃんね。もう、ひょうひょうとしながらね。まあ、普段通り、アメリカのね、メジャー大会だろうが、日本の大会だろうが、全く同じルーティーン。もう、全く同じ感じで、あの、プレイするっていうのはやっぱり強いですよね。はい。動じないっていうね。はい。それから、まあ、3人、ダイヤモンド世代揃ってますね、ここね。 小林美みか、小関亜美優、川崎遥香とね。川崎遥香ちゃんが今年最初にね、台湾ツアーのメジャー大会でいきなり勝ったから今年川崎遥香ちゃん来るぞと。ね、毎回言ってるけどね、これね。やっぱり川崎遥香ちゃん、もうちょっとあの上でね、あの戦える、じゃないかなってずっと思ってるんだけど、なかなかこう、上の方に、 来ないのでね。まあ、本人ももどかしいとは思うんだけど、そのうちね、も、また、あの、優勝争い、あのー、ね、大関アミューちゃんが活躍してるからね、それに乗っかってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい。やっぱり、ね、作用高校の先輩のしぶこちゃんが頑張ってたので、ね、やっぱパワーもらったでしょ、アミューちゃんもね。はい、それから、まあ、昨日も言いましたけどね、応援してる、まあ、震災で二人ともね、 あの、家が倒壊してしまったという二人。岸辺桃子ちゃんと大賀のぞみちゃん。まあ、この二人が同じ組で全く同じスコアっていうね。どういうことでしょうっていう感じだけどね。まあ、もうちょっと上でね、あの、同じスコアで回ってほしいなと思いますけどね。はい。 それから、金沢しなちゃんですよあ。ちょっとね、金沢しなちゃんのことも何度も何度も言ってるんだけど、最近、あの、このチャンネルに登録して見てくださってる方、金沢しなちゃん面白いので見て、あの、概要欄のね、動画見てください。概要欄に貼っときます。ね、動画の下にね、タイトルをタップすれば、あの、概要欄出てきますけどね、あの、もっと見るっていうとこを、ポンと押せばね、 あの、概要欄たくさん書いてあるので、情報、いろんな情報を載せてありますのでね。まあ、そこからね、見てみてください。金沢しなちゃん、茨城、茨城の子なんですけどね。仲良し3人組の茨城出身の人たちと、あの、茨城弁だけでね、練習ラウンドをするっていう動画があるんでね、面白いから見てほしいんですよね。金沢しなちゃんのあの、可愛らしい顔から、めちゃくちゃすごい茨城弁が出てくる。 っていうのがね、もう本当に、もう何度も見ちゃうんですけどね。はい。まあ、納豆娘なんて私言っておりますけどね。まあそろそろ優勝って思ったら初日ちょっと出遅れた感がありますけどね。まあ予選通過すればなんとかなるかなというふうな感じはしますね。はい、それから次行ってみましょう。 ああ川本ゆいかかが出遅れたね。もうちょっと上に来ると、私は踏んでたんですけど。やっぱり、疲れがあるんじゃないやっぱりね、日曜日まで戦っての、だから、時差ボケもあるでしょう、そりゃあ。ちょっとね、休みなく出るっていうのはね、体きつかったかもしんないよね。はい。藤田久行選手は、まあ予選落ちだったので、まあそんなにこう、スケジュール的に混み合ってないから、 多分、あの、大丈夫だったかな、と思いますけどね。どうかな優勝まで見たのかなちょっとね、あの、わかりませんけど。まあ、予選通った時のために飛行機を、あの、ね、日曜日以降に飛行機通ってたかもしれないから、どうかなそんなに休養できずに自差ボケがあるままのプレイだったかもしれないですね。わかんないですけどね。はい。それから右側行って、 ああ、もう、小倉さえちゃんも出遅れましたね。あと、この小西瑞穂選手も黄金世代です。なので、この子も来るかもしれないですね。まあ、去年、受かった子ですね。プロテスト受かった子ですけどもはい。やっぱりね、最近ミキプロが師匠ですからね。まあ、いろいろね、鍛えられているんじゃないかな。まあ、プレイ見てもね、すごい堂々としてますよね。もう、落ち着いてプレイしてる感じに見えますのでね。はい。 それから、心配なのが、この、ウーちゃんとね、ウーチャイエン選手と、あと桜井ココナちゃんだよね。ココナッツがね、ちょっとね、どうしちゃったんだろうと。去年ね、資生堂レディースでさ、初優勝した時のあの、すごいスイングがね、最近封印されてるような感じがするんですよね。まあ、あの、映ってきてるところだけなのかもしれないですけどね。 あの、資生堂レディスの時すごかったでしょ、プレイオフの。ね、今日のね、説明したあの、竹田りおちゃんみたいな感じでね、バンカー越えで直接狙ってくるっていう T ショットを見せて、やっとしましたけどね。いや、でもあの資生堂レディスは桜井心ココナちゃんが勝ったっていうよりも、負けた桑木志保ちゃんがの、あの、ね、ボロ泣けしたあのシーンがね、ちょっとね、 ぐっと来てね、桑木しほちゃん応援したいなってあの時思ってからやっぱりね、あの、あの泣き方は卑怯だよな <laughs>。あんな、女の子があんな泣き方したら応援したくなっちゃうよね。どうしたってね。もうずるいなと思ってね。まあ、それはいいんですけどね。まあ、9月ちょっと調子悪いのでね。まあ、もうちょっと上げていってほしいなと思います。はい。それからこれが最後になりますね。 はい。シンジエ選手はやっぱり体力的にきつかったんじゃないですか。まあ最終日まで戦ったし、全米女子オープンね。なので、ちょっと、あこれは休んだ方が良かったんじゃないっていう。やっぱり世界ランキングを上げるには、やっぱり出場したら、それなりの成績を出さないと、ランキングがね、あの、落ちてしまうことが多いので、あ、だったら欠場した方が良かったな。最初から出ない方が、 ねえ、世界ランク下がらないでよかったかな、なんていう結果に陥ることが結構ありますのでね。ここはお休みして、ね全米プロゴルフ選手権にかけた方がよかったかもしれないですけどね。はい、まあまあ、あの、それはいいとしてね。それと、まあ、佐藤美宇ちゃんもちょっと今年に入ってから元気ないのでね、ちょっと心配なんですけどね。はい、あの、 愛しのファンさんもちょっと今日映ったんですけどね、なかなかね、いいシーンじゃなかったのがちょっとね、苦しかったですよね。ユーティンもなかなかね、上がってこれ、もう応援してる選手がなかなか上がってこなくてね、ちょっとね、残念なんですけどね。あと、マラティもね、あの、これ、 篠崎愛ちゃんじゃないですよ。あの、グラビアアイドルの子じゃないですよ。<laughs> 同じ字だけど。あの、篠崎マナちゃんと言います。マナちゃんと呼びます。まあ、マナティーなんて呼ばれてますけどね。あの、見てもらえばわかります。あの、体細いですね。まあ、あの、細いんだけど、飛距離出ますね。ドライビングディスタンス、7位です。平均飛距離262ヤードと。 今日、桜井心ココナちゃんが8位です。261ヤード。で、9位が武田リオちゃんなんだよね。あのホールであんだけ飛ばしてね、計測ホールで飛ばないんだよね。まあ、3ウッドでは抑えたのかもしれないからわかんないけどね。はい。その、計測ホールもどうかなと思うんですよね。まあ、分回せるホールがなかったりするね、コースだとね、まあ、しょうがないんですけどね。はい。飛びすぎちゃうと逆に良くない。 っていうことで、スリーウッドで抑えた、なんていう場面もあったかもしれないですよね。はい。まあ、それから右側。やっぱりね、吉沢ゆずきちゃん、まだ、QT 良かったから全部出てるんだけど、全部予選落ちしてるのでね。まあ、早くポイントをもらえるようにね、頑張ってほしいかなと思いますね。大学では、稲見萌音ちゃんの後輩ですね。ウェルネス大学。で、高校は、 やっぱりね、霊卓高校ですから、吉、あの、吉田ゆうりちゃんとか、西郷真央ちゃんの後輩ですよね。はい。まあ、むぐるまひなのちゃん、まあ、あの、アマチュアの選手ですけど、むぐるまひなのちゃんの一個下の後輩ですね。あの、霊卓高校のね。はい。先にね、後輩の吉田ゆずきちゃんの方が先に受かっちゃったと。まあ、むぐるまひなの先輩はまだ受からないという感じですけどね。まあ、今年は受かるんじゃないかなと。 うん、まあこれ毎年言ってんだよな「六車ひなのちゃん」は今年こそ受かるってね可かわいいしね <laughs> かわいいしね受かってほしいんだよね <laughs>、はい、まあそれはいいとしてねはいそれではコメントを生かさせていただきたいと思いますえー、これなんだシーンダグさん うん、ちょっと読み方わかんないです。すみません、えー。毎回楽しく見ております。今まで気になっていたのですが、選手のまるちゃんが耳障りですね。多分親しみを込めての呼び方だと思いますが、相手はプロの選手ですので、下見しみを少し抑えて呼べませんかね。でこれにあの言って、コメントしてくださってる。 方がいいらっしゃいましゃまたねスミタニアンさん前にもこの話題がありましたがファンが推しの選手をまるまなちゃんと呼ぶ感覚で配信されているので構わないかと思います。そうなんですね。また男子プロではりょうくん、フィギュアでは羽生くん、女子フィギュア、マオちゃん、卓球の愛ちゃん、かすみちゃんなどスポーツ番組で普通に呼ばれている例もあります。私ね、宮津と愛ちゃんは今でも愛ちゃんですね。どうしても愛ちゃんですね。 ご結婚されようが、お子さんを産んでママさんになろうが、未だに宮里愛ちゃんは愛ちゃんですね。どうしても。え、は、え、い、まあ、伊沢マットさんも言ってくださってますね。毎回見ているんだったら、他の人の同じようなコメントに両さんが答えてるのも見てるはずだけどね、とね。はい。その通りですね。はい。まあ、応援してる選手だけど、友達と喋るときに、 皆さんどういうふうに喋ります私のゴルフ仲間は、大体呼び捨てです。この間の渋、渋子、渋子さ、あの、渋野がさ、とかね、小祝いがね、とかね、山下がさ、とかね、大体呼び捨てですね、私の周りの,あの人たちは、ゴルフ仲間は。私はちゃんづけで呼びたいっていう感じですね。まあ、感染に行ったらわかりますよね。感染に行ったら、 やっぱりちゃん付けで呼んでる方たちが多いですよね。まあその選手を応援しに来てるんで、なんとかちゃん頑張ってとかってね。まあそういうふうに呼んでる方が多いですね。で、それを、あのー、否定するんであれば、このチャンネルは、あのー、耳障りだと思うなら、私この呼び方やめませんので、耳障りだなぁと思うんだったら見に来ない方がいいかなと思います。はい。 まあ、あの、耳障りだっていう人もいると思いますよ。あの、全員がこの呼び方、あの、聞き入れろなんて言いません。あの、嫌な人は見なくても大丈夫ですのでね。はい。まあ、選択権は皆さんにありますのでね。嫌だなと思ったら見なければいいし、まあ、ちょっと見てみるかという方は見ていただければと思います。あの、直しません。あの、呼び方は直しませんのでね。はい。それから GPMY さん。 別に本人のインスタグラムで謝罪文を投稿してるんだから取り立てて動画にすることはないとも、あ、鶴岡カレンちゃんね、失格の動画ですけどもね。はい。私ね、鶴岡カレンちゃんちょっと頑張ってほしいなっていう意味も込めてだったんですけどね。で、やっぱりね、私のゴルフ仲間でも、インスタは見てないし、あの、ヤフーニュースとかも見てないし、で、私が休憩室でね、このことを話したら、あ,あ、そうなんだ。 初めて聞いたっていう方もいらっしゃるので、まあこの GPMY さんは知ってるから別にいいじゃないかと言うかもしれないんですけど、知らない方の方が多いっていうことですね。はい。私のゴルフの仲間の周り、私から情報を得る方が多いのでね、そういう情報は自分で調べてみないんですよね。私から聞けるから。<laughs> はい。なので。 あのそういう方が多いっていうことを覚えていただければと思います。GPMY さんは情報をあの率先して得ているあの部類の人だ,人だっていうふうにこう自負していただければと思いますね。はい、えー。それからこれ千尋さんでいいの えー、暫定球にマークするときにボールの番号を見なかったのか、あまでも番号を言って、えー、打ち直しますよ。プロ失格ですな。それと、えー、暫定球にマークを入れるのは良い考えですが、ボールには番号も刻印されているので、それを逃したのはプロ失格ですな。はい。まあ、あこれも上の方にありますね。えっ、ー、と、どなたかがコメントされているように、普通ボールに書いてある番号を変えて打ちますよね。 暫定球に対する確実に分かるルールはないのですかね ?2 回3回と同じ方に OB する可能性も多分にありますから何打目のボールかが助かったのかマーク書いただけでは他の競技者が納得しないでしょうっていうのにまた千尋さんが我々素人でも1球目はメーカーとボールの番号が何番ボールに刻印された番号で暫定球は何番と言ってから打ちますよこれ常識ですと はい。えー、これはアマチュアの常識ですね。はい。まあ、例えば、エッティがいますけどね。古江彩香ちゃんが。古江彩香ちゃんのボールの番号は27です。全部。なぜかっていうと、誕生日が27日。それと、ハーフ全部バーディーを取ると27だから、全部27にしてあります。プロは、道具契約してますから、全部支給されますボールはただです。もらえますから。 で自分のボールを暫定球打ってこう見間違えるっていうのはレアですよね。もうレアだと思います。他のあの同伴競技者との,あの違いが分かるように私はこの番号って決めてるプロが多いですよね。まあそうじゃない方もいるのかな。はい、メーカーとボールの番号がって言いますけど。 メーカー、契約してるメーカー使わないとダメ,だよ、ね、ダメじゃないですか。<laughs> あの、アマチュアだけですよ。違うメーカーとかね、色変えたりとかね、ボールの番号変えたりっていうのは多分ね、プロとアマチュア違いますのでね。この常識はアマチュアの常識です。プロではちょっとね、聞かないよね。メーカーとボールの番号。いやー、聞いたことないね。プロがそんなことするかっていう。で、 あの鶴岡カレンちゃん、ね、あの、普通にボール打ちました。OB の方に行きました。OB だったら、あの、困るのでね。まあ、念のために暫定球を打ちますと。で、暫定球だと分かるようにボールに印をつけました。で、打ちました。で、まあ、暫定球は、まあ、フェアウェイ行ったかな。2打目の地点に行きました。で、自分のボールがありました。 で確認するためにピックアップしますというようなことをこう喋ってたと思うんですよね。で OK っていうことでね自分の,あの鶴岡かれんちゃんのボールにティーを刺してねマーク代わりにティーを刺してピックアップして確認しました確認した時にさっき書いた印がないじゃあ1球目のボールじゃんセーフだったんじゃんっていうことですよね。 ボールにマーク、そんな簡単に消えるかなっていうのがあるので、私も同じ状況だったら、あ,あ、これ1球目、OB の方行ったと思ったけど、どっかに跳ねて戻ってきたのかって思いますよね。さっき書いたばっかりの印がないんだもんだって。メーカーも番号も一緒でしょ思いますよね。だから、鶴岡カレンちゃんが、 ずるしたっていうのをまあそれ,それは皆さん思わないと思うんですよあの優勝争いからもう脱落してたのでねあの時はねずるしたとは思わないでしょうけどねいやあれは完全にこうすごいレアなケースだよね、ま、あのマークした印が消えちゃうっていうのはねすごいレアなケースだったと思いますよねえ まあ、あの鶴岡かれんちゃん自身もね猛省しておりますと、えー、いうようなことを書いてありましたけど「いやー鶴岡かれんちゃん悪くないんじゃない?と」とね反省のしようがないよねあれどう,どうしたらいいんだろうねともうちょっと消えないねあのペンでと思うけどどうなんだろう消えないペンで書いてたと思うんだけどね <laughs> 油性のマジックでしょどうせねあのなんか 鉛筆とかで書いたわけじゃないでしょ。<laughs> ボールペンとかで。ね。<laughs> ね多分。なので、うん、すごいレアなケースだったと思いますよね。はい。それから、えー、これは何ていう方でしょうか。ヤマトさん。えー、エイミーンコガさんは推薦での参加ですかね。いや、エイミョンはね、エイミョンは QT の34位だから、もう普通に出られますよ。ね。30、ほら。ここね。エイミョンは、 で、今回は佐藤康子さんも出てる、ベイブリューも出てる、えー、森綾乃ちゃんも出てる、大林直、えー、大林直ちゃん出てたっけなステキユーティンちゃんは出てるでしょ稲成選手がひっくり上がりで出場と。で、金組はあの予選会出てったから、予選会からの出場でしょで、ファンさんが、川岸文香選手が欠場したので、繰り上がりと。なので、あの、エイミョンはここですからね、あの、 完全にあの予選会、まあ、QT のランクでの,あの推薦ではなくね、QT での出場です。はい。えっ、ー、とはが、鋼さんでいいのかな、えー、優勝予想、もう今は受け付けてないのでしょうが、えー、今回は、ミ、え、ュー P1、ミュー p、えー、ューピー <laughs> 一択でお願いしますとね。はい まあ当たる確率多いだろうね <laughs> 前はね、優勝予想をやってね、当たった人には私の,あの動画の下の方にね、オリジナルグッズがこう表示されてると思うんですけどね、このオリジナルグッズ T シャツでもあげましょうかなんていう話をしてたんですよ、前ね、はい。まあでもそういうので釣ってね、再生数を伸ばすっていう行為はダメなので、まあもう、まあ、すぐやめちゃったんですけどね。はい それから、K.H.Y.O. さん。えー、ライブ中継。あ、これは、ね、さっきもお印したんだな。これはいいでしょう。えー、ゆさん。KPMG 女子プロ選手権は、4週前のロレックスランキング50位までですから、ギリ、武田選手が出場資格があり、小祝選手は54位で資格はないと思います。あっても出ないでしょうか。調べてみてください。あのー、KPMG の同じ週の月曜日に、 最新のねあの KPMG 始まる前の最新のロレックスランキング発表になりますけどもそこであの50以内に入ってたら出られますそういう出場権資格があの与えられるっていう要件もあるのでくちゃんあと2試合だから多分ね 50位以内ぐらいに入ってくると優勝とかってならないとね、ドーンと上がってこないから、ちょっと成績いいぐらいじゃね。だから全米女子オープンで9位タイに入って4ランクアップですからね。メジャー大会ですから。まあ、それぐらいだから、大きな変動は起きづらいんですよ。だから、あの、あと2試合でしょう。 で、ショップライト今週ありますけど、ショップライト 3, 3, 日3日間ですからね、ポイント低いんですよね。あの、ネリーコルド出ないし。強い選手出ないとポイント低いから、あんまり動きがないと思うんですよ、大きな。だから、サクちゃん50以内キープできると思うので、出られる資格はあると思いますよ、多分。多分ですけどね。確実じゃないけど、まあ、ランク下の人が頑張ったら落ちますけど。多分ね、 あの、50以内に入ったまま KPMG を迎えると思いますけどね。だけどまあ出ないと言っております。アースモンダミンに出ますと。だけど前衛には行ってみたいなと。前衛には行ってみたいけど、どうしてですかその理由を教えてください。うん、なんとなくって言ってましたね。<laughs> サクチャンらしいサクチャンワールドですね。やっぱりね。サクチャンいいだよね。本当にね。はい。なんとなくっていうね。 はい。それから、えー、これはミッキーさんかな。えー、あの、あの目立つ場面で意図的に、えー、不正をするとは考えられない。まあ、それ、そうですよね。鶴岡カレンちゃんの話はそうだと思います。自分が脳に血管がある部分があるので、えー、分かるのですが、途中で何ダメだったか数えられなくなる時があります。ゴルフのスコアもボーリングのように自動的にカウントできるようになればいいのですが、極めて難しいですね。まあ、それは難しいねはい。えー、っと、これは、 T さんですか大阪プロと山下プロはリゾートトラスト3日目で同組になって,なってるんだけど並んんでは映ってないんだよねだからあ山下美羽ちゃんやっぱり大のぞみちゃんよりね 4cm も背が高いってあやっぱり山下美羽ちゃんこんなにこうちょっと背が高く見えるなんていうのはね珍しいケースだよなっていうのを見たかったっていうだけです。 同じ組にはなってるんだけど映ってないんだよね、並んでは。あの、ジョン・ミジョンとね、あの、ハグしてるところは映ったけどね。この二人、小さい二人がね、並んで映ってるところっていうのが見てみたいっていう、ただそれだけです。はい。えー、イサオ・マットさん。 質問です。ゴルフ以外のスポーツでは競技の判定は審判員に任せられ、えー、選手はそれに従ってプレーするのが普通です。ゴルフの場合自己申告ということで申告が不正とされる場合がありますが正しい結果は何を にえー、元に決められるんですか正しい結果が分かっていれば申告する必要もないと思いますが確認するだけのものかもしれませんが、えー、申告内容と異なる場合は選手の方が全て誤りとなってしまうのですが選手の方が正しいことはないのですかうーんどうでしょうかねこれ抗議があったんですかまあテレビ見てた人がたくさん抗議があったんじゃないかなそれでちょっと、あのー、動いたのかなという気がします。 私も昔ね、あのメール出したことあるんですよ。これこうじゃないのと。あの、ちょっとその映像では二度打ちのように見えた場面があって、それをね、あの、講義のメールを出したことが昔ありますね。あの、何にも反応なかったけど。だけど今回はちょっと、あの、講義のメールとかを出した人が多くて、もう一度見直したんじゃないですか。協議員とかがね。 まあそれで確かに、これは位置的にあの暫定級の位置の場面だから、これは暫定級だったんじゃないかということでね。それで、スコア提出した後は、やっぱりね、スコアを修正することができないんですよ。なので、スコア提出した後にスコアの修正が。 あのある場合は、失格になってしまうっていうルールがあるそうでね。それで失格になってしまったんですけども、まあまあ、あのー、こういうレアなケースだよね。今回のはね、まあ、あんまりないと思いますよ。これからもね、そんなには。ね、はい、それから、たかっちゃんさんでしたっけ。はい、ね、たらたらしてんじゃねえよ。はい、りょうさん、お疲れ様です。期待通り、全米女子オープン帰りの作。 桜さん途中まで7アンダーでトップ、10アンダーまで行きましたからね、もううひょーでしたね、私はね。<laughs> ひなこさんと仲の良い大里桃子さんが6、6アンダーで現状2位です。この続き非常に楽しみですね。えー、ショップライト、ひなこさんとゆうかさんが同組です。えー、ワウワウオンデマンドあ。私が多分ね、あの、明日んでも作ろうかなと思いますね。ショップライトの。アメリカツアーの大会の,あの組み合わせとかも、 含めてね、あの、お話したいと思います。はい。そして、あ、もう一度、あの、敬一洋さん、えー、下手打ったプレイだから問題になった1打目と、あ、これさっきのね、暫定球、あ、1打目の球として打ったのなら暫定球はいずこに。えー、まあさっき言った通りです。はい。2打目地点に行きました。 自分のボールがありました。あ、これ多分ね、暫定球だよねって、一応見ますねって、多分思ったんじゃないかなと思いますよね。OB の方に行った1球目じゃないなと思って。で、ピックアップしたら、印、さっき書いたばっかりの印がない。え、これ1球目じゃん。よかった、助かった、ってね。なった時点で暫定球を探しますかって話ですよね。探さないでしょう。 最終組でもねあんまりねトロトロプレイしてたらね競技員が来ますからね早くしなさいっつってね最終組でも言われるんだよねはいまあさっき書いたばっかりのね印なかったらやっぱり1球目と間違えるよね私でも間違えると思うけどね他の選手でも間違えるんじゃないね多分わかんないですけどね はい、それからスミタニアンさんだっけスミタニアンさんだねえー、と推しが試合に出るときは会場に行き出ないときは暇を持て余しデータ分析している年金生活者です、えー、私の調べによると前半戦14試合を振り返るとほぼ全試合に出場できたプロは QT ランク36以上10試合以上に QT ランクの資格で出場できたプロは QT ランク41以上でした これに準シード6人を加えると、えー、第1回リランキング、えー、42位までが、えー、中盤戦もほぼ全試合出場47位までが多くの試合に出場できることが見込まれますサントリー1試合でこのランキングに達するには単独18位以上と23位以上になります 私の推し2選手は残念ながら到達できませんが残りの推薦とステップをいける範囲で頑張って会場で応援する予定ですとねまあ選手としてはねやっぱりね会場に来てくれる方たちっていうのは本当嬉しいですよねまあランキングはまあ単独18以上って書いてありますけどもまあ余裕を持っていきたいですよねギリギリじゃなくなので まあ15位以上っていうのをあの、スタイヤーのリーナ選手が言っていた通りでね、それぐらい行きたいよねっていうね。まあなんとか18位以上っていうとね、まあ脳がそういう風になっちゃうよね。18位以上でいいや、みたいな感じの脳になってしまうと、やっぱりね、もうそれ以上の感じにならないですよね。もっと上行こうって感じにならないから。 やっぱりね目標高く持った方がいいと思いますよ。はい、それから、あのーまあ、1回目のリランキング終わってからの話になりますけどもその後ってね多分あのシン・ジエ選手とかもねやっぱり調整が入ると思うんですよねもうオリンピック終わっちゃうと多分ねあとはそれあのー、不動友梨さんもそんなに、ね、毎試合で出るわけじゃないし。 まあそれから欠場する人も出てくるでしょう。後半戦になればなるほどね、まあ、体力の問題とか、あとはやっぱり怪我とかね、やっぱり試合が進むにつれて怪我人も出てくるから、欠場する選手って増えてくるっていうので、この順位がね、また緩くなるんだよね、もうちょっと下のランクの人たちまで出れたりっていうのもあるんですよね。なので、本当わ分からない。本当わ分かんないんですよ。 はいまあ、毎試合ちょっと注目して見ていきますけどね。はい、あとみのりさん、えー「まさかの失格まさか印が消えてしまったとは」えー「ビデオ判定で失格の通知って珍しいですよね」「それにしても暫定期はボールの番号を変えなきゃね」さっき言った通りですね。はい。だけどプロは私が知る限りでは同じ番号にまあこだわりを持ってる人が多くいるっていうのを聞きますけどね。 どうなんでしょうあの、女子プロの方がいたら教えてほしいですね。私はこの番号とこの番号使ってますとかね。あったら教えてほしいですね。はい。えー、っと、それからヒロンさん。えー、鶴岡カレンちゃんの件、不思議ですね。ずるした選手として変なイメージがつかないか心配してます。神安ら選手のアマチュア時代、卵を産んだって、今でもネットで出ます。ミヤコレちゃん出るんですね。かわいい。インスタでいつもリアクションしてくれるから嬉しい。 菅風花ちゃんは残念です。テップで見てからファンです。こんな子供が欲しいとね。はい、いやあ、こんな子供がいたらね、いいですけどね。まあ、ミヤコレカちゃん、まあ、かわいいよね。<laughs> かわいいよ。確かにね。はい、なんとか、まあ、2日目もね。 まあ会社に行って会社の仕事が手につかないとは思いますけどまた何とか頑張ってね動画を作りたいと思いますので明日もよろしくお願いしますこのチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもねいろいろな動画をアップしていますこのチャンネルのアイコンサムライが100を切っているアイコンがありますけどこのアイコンをクリックすると本の見出しみたいにねいろんなテーマの動画をまとめてありますので 試合の解説以外には他にも百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。